基本的に私ずっと楽しいんで、もうトイレに行きます。携帯を充電して、うん、こうやって YouTube とか見てます。車内にいる方聞こえてますか？はい、じゃあ朝会始めていきます。おはようございます。今日は撮影です。あ、今日撮影ですか？はい、密着を今日からさせていただきますが、はい、よろしくお願いします。今日は何の撮影ですか？今日は G テレっていうあの雑誌なんですけど。どんな撮影なんですか？どんな撮影なんだろう、ちょ私もあんまりわかんないちょっとあんまり分かってないです。はい全部すっぴんをさらけ出してます。あれさんはすっぴんも大丈夫なんですか？そうですね、なんか YouTube とかでも普通に出してるんでいいかなもうみたいなでもこんな姿多分あんまり出したことないですよ。あ、この全部出してるね、確かに。ちょっとしばらく目線あり、そうですね、結構こうパンパンパンって感じです。カメラマンさんにもよりますけどね。あ、あんま一気飲まないね飲まないですよ、そんなそんな息ないグイグイ飲んでる感じがある。あ、そうそうそう、いい、すごい綺麗な。私もあんまりわかんないこのグラビアがこういう感じと分かったんですけど、これも撮影させてもらっていいですか？え、これも撮影させてもらっていいですか？あ、もちろんもちろん、いいですか？今日は特別ですか？はい、特別に。じゃあこの辺、そう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 、すいません。撮影の前とか後とか最中とかに決まってあるルーティンとかあるんですか？あんまないかもなんかやってるっけ？ゲームとか。あーゲームはよくやってますよ。ゲームですか？ホームスケープです。ホームスケープ、はい、これにめっちゃ課金して。あ、課金してるんですか？はい。どれぐらいしてるんですか？え、今月2万ぐらいしちゃいました。え2万？2万、今月ちょっとやりすぎちゃいましたね。1万ぐらいって決めてるんですけど。あ、今月はちょっと。ゆみちゃん、これ今からどこ行くの？あ、今から友達とご飯食べに行きます。夕食っていつもどんな感じなんですか？ほぼ毎日友達とご飯は食べてるかも。わっ、高そうな店めっちゃ美味しいですよ。でもここ多い時週3ぐらいで行ってました。え、友達は何人いるんですか？あ、今日は女友達と私2人で食べます。基本女の子と食べること多いです。大丈夫です。お久しぶりでございます。すいません、ちょっとあの YouTube で密着取材してるんですけど、いいですか？はい、もちろんでございます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。お客様ご来店です。どうぞ。失礼します。超久々じゃない？え、めっちゃ久々に来た。すいません、失礼します。はい、ちょっと密着なんですけどあ、有名なんですか？はい、カメラ大丈夫？あ、全然大丈夫。何？密着されてんの？そう、ちょっと密着されてる。仲良しのマナです。マナです、お願いします。何をされてる？あ、今はフリーでシンガー活動してます。
もともとアイドルやってたんですけど、はいはい、今はそのシンガー活動とあとベビーシッターの普通のお仕事もしてます。でも何でも話してるから何でも知ってると思う、マナは。知らないことないと思う、マナが。知ってると思います。やっぱ隠してることが一個もない、マナに。失礼いたします。はーい、行きます。餌の話聞いていいですか。何ですか。これいくらなんですか。いや、わかんない。3000円くらいでした、多分。3000円の肉食べてますか。すごいお金持ってはるんですね。いやいや、違いますよ。そんな、で、たまにね、たまにだもんね。そうだね。あ、毎日はちょっと持ったかもしれないです。毎日外食はちょっと。あ、持ってるんですね。ちょっと持ったかも。まあでも、週5は外食です、多分。他にお金使うとこ別にないです。そう物欲もないし。確かに。うん。うん。うん。はい。ありがとう。何でも飲むんですか。え、何でも飲むかも。ウイスキーはあんま飲まない、でも。意外な一面とか知らないですか。意外な一面。意外と寂しがり屋ですね。一人で家でなんか寝るってなるとこの人朝まで寝れないんですよ。あ、そう。それは本当に。でも一緒に旅行行った時とかはもう本当寝よっかってなったら30秒後ぐらいに寝息聞こえてくるんですよ、ね、人が部屋にいる時の方が寝れるらしくて。だから5時とかに寝ますもん。諦めて寝れないからもう諦めて。でも人がいるとめっちゃすぐ寝れる。そう、喋りながらとか寝れるもん、うん。いや、ほんとに。ありがとう。なんか男の人に頼って生きていきたいとか全然思ってないタイプです。あ、思ってない、ね、それはマジで。それはなんでなんですか。え、結婚できないと思う。え、結婚できないと思うんで自分で生きていきたいなみたいな。具体的にどの辺が向いてないんですか。彼氏とかよりも圧倒的に友達の方が大事だし、飽き性なんですよね。使われるもちろん行こう。またそうだね、また明日。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんは今からどうするの。あ、帰ります、家に。あ、特に予定がないんで。なるほど。ちなみにですよ。ちなみに自宅にカメラが行くのはどうですか。え、うちに。はい。え、今このままですか。いいですよ。いいんですか。全然いいですか。はい、来ますか。来ますか。いいですか、じゃあ行きます。はい。今のこの生活は何点ぐらいですか。100点。え、でも基本的に私ずっと楽しいんで。いや、でもなんかやっぱ一番は本当友達に恵まれてるなって思ってて、最高な人しかいないんで友達が。なんかそれずっとですね、でも昔から。いいですか。すいません、お邪魔します。はい、失礼します。はずい、なんかちょっと紹介してください。え、どこから行きますか。じゃあここがリビングで、とえ、トイレ。あ、トイレまでいいんですか。はい、別に何もないですよ、でもトイレ、ただのトイレです。まあ確かにただの、ただのトイレと、ここが寝室です、ね、あ、寝室が別で、すごい。でも狭いですけど、めっちゃほぼもうベッドだみたいな感じです。これが、なんか整体の方が作った枕みたいなの、空気みたいな。え、こういうの。ああ、え、でもこれめっちゃいいと思ってます。いつもどんな感じで寝てるかだけちょっと再現お願いします、ベタに。普通にこうですね。
でここに携帯を充電して、うん、こうやって YouTube とか見てます。寝れないんで。で最新の空気清浄機と、ね、いやこれ全く使ってないです。え、使ってないんですか。はい、すごいいいやつじゃないですかこれ。なんで使わないんですか。あるのに、なんか意味あんのかなと思って。いや、あるでしょ。あるんですかね。もうちょっと効きそうなやつ買おうかなと思って。いや、効くと思います。効きますかね、これ。服はこことこことここと、うん、ここに入ってます。あ、これ前01の収録の時に着てたワンピですね。だからそれは見てるからいいんじゃないですか。え、お気に入り待って、お気に入りの着って何。大量のパーカーで T シャツとかここに。はあ、あ、でも綺麗に折って。でしょ、着てないですもんこれ。もぐしゃぐしゃですいません。お風呂いい、それもいいんですか。はい、何にもないですよ。鏡も汚いし。鏡、お、おい、まあ若干、うん、中汚い。お風呂は使う方なんですか。え、お風呂私めっちゃ入ります。キッチンは薬あとお酒、これやばいやつですね。ジン、ワイン、これもワイン、ワイン、おしゃれじゃないですか。飲むんですか家で。友達と飲みます。一人じゃ絶対飲まないんで私。え、一人で飲んだこと人生で一回もないです。それは嘘でしょ。いや、本当に本当にお酒好きじゃないです。え、味好きじゃないです、全く。あ、人と飲むのが好きだだけっていう。冷蔵庫もマジで何もないですけど大丈夫ですか。何もないんですか。ほぼ飲み物です。でもここもお酒いっぱいあるじゃないですか。これはもう友達が来た時に飲むやつですね。自炊するんじゃなかったでしたっけ。できるけどあんまりしないです。これ玄米。大丈夫ですか。いや、やばいものはマジでないですけど汚いです。え、多いの。お、多いっすよ。あ、多いんですかね。じゃーん、そうですね、全部立派。これテレビ見て、うん、あとここに大量のクッションで、ここで寝るときあります。普通に。どういうきっかけで東京来たんですか。東京に来たのは就職で来ました。なぜに芸能活動になったんですか。なんか最初はそのサロンモデルとかをやってたんですよ私美容師さんの、はい、で紹介してもらって入ったって感じですね。え、ちなみに兄弟とかいるんですか。お姉ちゃんと妹がいます。仲いいですか。仲いいですね。お姉ちゃんとは特に仲いいですね。最近でもほぼ毎日のように LINE してたり、電話とかも 2,3 時間とかしますね。寂しくないのもそういうのもあるんだ。あ、でもそうかもしれない。お姉ちゃんどういう人なんですか。え、もう本当にポンコツでもうド天然で、親の車を間違えて横の知らないおじさんの車に乗っちゃったりとか、それ多分人生で5回ぐらいやってると思います私の姉。今から繋げれません。今え、電話できれば動画の電話みたいな。え、顔出してくれるかな。ゆめさん何でもいいですね姉さえ良ければ。めっちゃ食べてるところだから待ってて、うん、とか言ってご飯の写真送られてきたんですちなみにご飯なんかカレー、スープカレーかな。北海道感出してくるじゃん、すごい。なんかヤッホーヤッホーヤッホー。すいません、はい、ちょっと今取材してるんですけど、はい、ちょっとカメラ回しても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか大丈夫大丈夫ちょっと天然ですね。いや、ちょっと天然ですよ。ねえ、なんで、え、そんな今天然のことしたのね。あー、で、昔はめっちゃ人見知りで。え？いや、本当にびっくりするぐらい人見知りで、うんうん、私の友達にこんにちは言うのがやっとぐらい。隠れてた、ずっと。ね、そう、いつも隠れてた、私の友達来たら。それ、なんでこんな変わっちゃったんですか。何なんでしょうか。そうだからね、こんなになるなんてびっくり。確かに。パパが言うには、はい、私は全然そうやって思ってないですけど、パパが言うにはモテ始めたから人見知りが治ったんだよって言われましたね。どういうことですか。
え、マジで分かんないです。なんかモテ始めた時期で人見知りが治ったんじゃないみたいな。すいませんでした、突然。ありがとうございました。はい、はい、ちなみに明日はどんな感じですか？明日は撮影とかはない日なので、あの家でその OL の方の仕事リモートでやります。あ、今も？今もこのパソコンこれでやってます。あ、ザ・サラリーマンです。ザ・サラリーマンの何時ですか？10時19時です、定時は。あ、え、そんなにがっちり働いてるんですか？がっちり働いてます。ちょっと明日朝来ていいですか？あ、本当ですか？いいですよ、全然何でも OK ですねあ、全然、はい。おはようございます。あ、おはようございます。すいません、また朝からお邪魔して、はい、大丈夫です、全然。申し訳ないですが、はい、今リモートなので。はい、リモートでやってますね。朝会っていうのがあって、はい、今日それの担当なので、もうちょっとしたら朝会が始まります。そう、だって触れません、ちゃんと。ちゃんとできるんですよ。本当に打てなかったんですよ、うん、で、打てなすぎてめっちゃ遅いから、寿司打ちみたいな、わかります？タイピング練習。あ、練習ソフトみたいな。はい、あれよくやってましたね。こういう格好でお仕事されてる感じですか？そうです、あのパジャマ。ほんまにラフな格好で。もう、はい、このジェラピケのあんまり顔写すことないんで、もういいかなみたいな。おはようございます。社内にいる方聞こえてますか？はい、じゃあ朝会始めていきます。昨日の申し込み数がで、 DAU が16時から打ち合わせとかだったら15時までとか。なるほど。はい、そういう感じで働いてます。なんで続けてるんですか？ OL の方ですか？はい、普通に楽しいっていうのと、今自由にシフト制で出勤させてもらってるので、なんか逆に辞める理由がないっていうのが続けてる理由ですかね。最後に、はい、今後の、まあ、夢というか、うん、林夢さんの展望というか、はい、なんかそういうことを聞かせてもらえたらと思うんですけれども。今後の夢ですか？なんだろう、大きい家に住むことですかね。大きい家。はい大きい家に住みたいです。大きい家に住むって成功者の証みたいな感じとかあるじゃないですか。どれぐらい大きい家なんでしょうか？綺麗な 3L 綺麗な 3L に住みたいですね。エントランスとかもちゃんとしてるみたいな家ですかね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。